福岡市中洲の屋台街。中洲の屋台はゴールデンウィーク多くの観光客でにぎわっています。大型連休明けの今月8日には新型コロナの感染症法上の位置づけが5類に移行され、さらなる観光客の増加が期待されています。その一方で、長浜地区に来ています。かつて屋台でにぎわったこの場所ですが、今営業しているのは左横一軒のみです。長浜ラーメン発祥の地として知られる長浜地区の屋台街、最盛期には15軒の屋台でにぎわっていました。しかし騒音など地域住民からの苦情もあり、長浜地区の屋台街は福岡市の鮮魚市場の南側に移転。ただ繁華街天神から2キロほど離れていて、アクセス面の悪さなどから次第に客が減少、屋台の廃業が相次ぎます。福岡市は長浜地区への新規参入を求めて出店者を公募しますが、候補者が辞退するなどにぎわいが戻らない状況が続いています。私は屋台が好きだからやめなかった。長浜地区の屋台の灯火を守るため、現在唯一営業を続けている松本さよ子さん。一軒でもずっとここで続けてきたっていうのはどういう気持ちだったんですか？だって寂しいじゃないですか、発祥の地がなくなるとね。長浜みんないいお客さんばっかりだからね、楽しいですよ。屋台といえば、はい、どこをイメージしますか？やっぱ、まあ、福岡の長浜ですね。もうちょっとこううまいことできるのに違うかなって、もったいないなと思うんですよね。ここね、ここの通りにずらっとこう並んでた頃、もう最高の景色でしたよ。名所が一個なくなったような、なんかつないでいくものがないようなね、ちょっと寂しいですね。にぎわいを取り戻したい、福岡市は去年4度目の公募を実施。新型コロナをめぐる飲食店の対応が元に戻りつつある中、ついに空白となっていた7区画すべてに新規の出店が決まりました。以前はにぎわった長浜屋台で人気もあった場所なので、あとは長浜というブランド力がありますから、まあ、それが復活するっていうのは本当に嬉しいなと思ってます。新規出店者の平均年齢はおよそ37歳。若い出店者たちは来月から徐々に長浜地区に屋台を出していく予定です。その中の一人、鳥栖大輔さん。鳥栖さんは市内で9店舗の飲食店を経営しています。ちょっと寂しいなっていうので、本当地域を盛り上げたいっていうのが ありまして、今回ちょっと応募させていただきました。焼き鳥やおでんなど博多の屋台の定番メニューで勝負したいと考えている鳥栖さん。オープンまで1ヶ月を切った今月2日、看板メニューラーメンの試食会が行われました。味を審査するのは飲食店経営者の仲間たち。いや、美味しい美味しい。反応は上々かと思いきや、片面が美味しくないなっていうか、多分その福岡の人は感じるんじゃないかな。分かって、県外の人は好きかもしれない。2種類の麺を準備し、太さ 1.2 倍と食べ応えのある太麺にするかどうか悩んでいました。ちょっと今麺選びっていうか、スープは結構この感じでいこうかなっては思ってるんですけども、麺をちょっとどうしようかなと思ってた時に、替え玉でも美味しいこう麺がいいんじゃないかっていう意見もらったんで、それがこう今日の収穫ですね。今後麺選びが本格化していきますが、真っ赤なのれんと木のぬくもりを売りにした屋台の制作は順調に進められています。博多のこうザ屋台っていうか、博多のど真ん中の屋台作って、それをこう突き詰めていきたいなと。もうラーメンしかり、焼き鳥しかり、おでんとかですね、
それをこう本当圧倒的なものを出したいな、突き詰めていきたいなっていう思いでやってます。